いや、今からね、背中触っていきますよ。背中の強さどうですか？これぐらい。これぐらい。なら大丈夫そうですか？はい。はい。背中はこれぐらいの強さでいきますからね。背中硬いですね。ガチガチ。足やらなかったら、背中だけやってたら、ね、痛い痛い痛いってなっちゃうんですよ。あ、そうなの。そうそう。思考したね。冷凍庫の中に入ったお肉のまんまみたいな感じ。一回じゃちょっと取り切れないぐらい硬い。背中もバチバチですね、本当。呼吸しにくかったら言ってくださいね。呼吸がしにくい。ちょっと停止します。喋りたいんですけど。抑えられてるよね。そう、喋れへん。そう、そこ痛いんですって言いたかった。ここ痛いんですって言いたかったよね。そう、そこ普段しんどいですって。っていうところね。というより背中が凝ってますね。そう、なんかもうその辺がしんどくて、うん、今ね、梅雨のシーズンだから気圧が上がったり下がったりしてこの辺が硬くなる人多いんですよ、今と、その仕事の加減と。背中もその辺硬いね。肩よりも背中、肩よりも背中だね。その背中が凝ってくると首とか肩に上がっていくんですよ、うん、やっぱ頭痛もそれが原因ですか。そんなに肩甲骨とかも、まあ、硬くないわけじゃないから、まあ、あれだけど、まあ、背中の方がガチガチ、うん、点引きって言われてよく凝る場所ってことのところが痛かったんです。やっぱ猫背やからかな。ここがやばかったもんね。やっぱ猫背やからですか。まあ、猫背も関係ある。あとは寝るベッドが柔らかいのかも。マットレスとかが。硬すぎてもダメだし、柔らかすぎてもダメだし、うん、まあ、布団敷いて、畳の上に布団敷いて寝るぐらいがちょうどいいんですけどね。そうなんで
それめっちゃイライラしてる。うん、これはね、腕の疲れです。うん、痛いところです。首もしっかり、顎関節症っていうのは、背中の疲れが全部、疲れすぎると顎に来る場合があったりします。で、顎関節症は顎をバッキンってはめてあげたりとかするとマシになるんだけど、めっちゃ痛い。そこまで首が凝ってる感じではないですね。やっぱ背中だよ。背中が一番。一番硬かった。特にこの辺。自分の中では肩か首かな。ですよね。触った感じでそこまで凝ってない。ありますよ、ここにもね。ここね。これも硬いよ、ここ。でも、なんか背中がガチガチだったな。仕事してて、なんか問題が起こって、これが原因だろうなと思って対処してみたら、全く違うことが原因だったりしたことってあったりしません？なので、人間の体も一緒で、肩こり、首こりがきついと思うんだけどもって思ったら、実は違うことが原因っていうこと結構多いんですよ。たんですけども、今どんな感じでしたかって言ったら、髪の毛を切って整えたような感じ、わかります？はい、でこの状態か、スタイリングをずっとキープできますかって言ったら、キープはずっとはできませんよと。はい、髪の毛伸びてきたらまた雰囲気変わってくるように、体もやっぱり全然違いますからね。はい、当店ね、3ヶ月来なかったら再診療という罰則を設けてます。3ヶ月来なかったら罰金設けてます。罰金、罰金、罰金というか、再診療というのを設けてます。はい、なので、ね、一応最低でも3ヶ月に1回 お体のお手入れされた方がいいですよというご提案をしてますが、はい、痛すぎてもう無理とか、いや、もうやっぱり先生の手は合わないという方も結構おられますので、はい、まあ、ちょっと様子見てくださいねってお伝えしてます。はい、なんか聞いておきたいこととかあったりされますか？大丈夫です。よく頼りました。はい、では以上でございます。はい。